皆さんこんにちは、小島春菜です。今年も残りわずかですが、年末のバタバタな様子を Vlog にしたので、ぜひ最後までご覧ください。見届けてもう大阪に行きます。大阪でも今日アパレルのポップアップがあるので、この後すぐ大阪に行きます。やばい、髪もボサボサ。今から大阪に行きます。かえちゃんはゴールデンアワーなんです。ゴールデンアワハ。アワハ。あ、まあまあ。今日はお豆腐屋さんに来ました。これはアボカドのお豆腐。わあ。ね、お豆腐。いいね。最初のとこ取っとけばよかった。豆乳だった時代の。広げしてください。やばい、ちょっと待って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 、Voices in my head get loud and they keep telling me that I'm a fool for trusting in these wings. But maybe, baby, this will fly, fly, fly.
あー明るい、かわいいウィンちゃん。あーすごい、きれい。御堂筋がクリスマスのイルミネーションになってます。きれい、帰ってきた、ただいま。最初入ってきた時はウィンクしてたんだけど、夜になってベッドメイキングされたらこっちの寝てる顔になってました。これかわいい。おはよう。今日の大阪の景色はこんな感じです。すごいね、すごいお部屋。今日はアーリップトゥーのブルーのコート。行ってきます。はい、大丈夫です、ありがとうございます。いただきます。いただきます。はい、いただいてください。このメンバーです。東京でも大阪でもこのメンバーになります。ぼやぼや、かわいい。大阪から大ちゃんが来て今日はお茶します。今食べていいでしょうか。中国のウェイボーとかビリビリも結構更新してるんですけど、そのコンテンツをこれから作ります。このガールズたちがいつも一生懸命作ってくれてます。作るとき、ゾウゾウパータン、パータンの告訴我、告訴我、パータンの告訴我と思います。今教えてもらってます、レクチャー。難しいけど、でも回しながら、ジャオズみたいな感じ。ジャオズとやっぱりちょっと違う。ジャオズじゃない、ジャオズより簡単。簡単、そう、簡単です。シャオロンパオ、シャオロンパオは違います。はい、こんな感じとか。怖い怖い怖い、カセです、タンユンです。アベマくんの水、アベマウォーター。はい、今日はいろいろ朝カフェに行って、その後は、面談とかいろいろやって、アベマのスタジオに来ました。今日はこちらのニューヨークさんの番組に出させていただきます。結構夜遅めなんですけど、芸人さん大変だなと思いながら来ました。行ってきます。めっちゃー、小島さん。
来ました。同じ場所にスタジオにいました、はい、何歌ったの？でなんかあの失恋した話を元に歌いました、うん、一から曲作ってもらってすごいね、はい、私が初めて付き合った彼氏の曲を歌ってきました。小島さん、そんなバカやってる、はい、そんなバカです最近。小島さん何するんですか？私わかんない。はい、お疲れ様です。収録終わりました。終わりました。これニューヨークさんにクオカード、番組のクオカードをいただきました。じゃーん。はーい、 ありがとうございました。お願いします。お願いします。失礼します。で私のと前回の峯岸のもいただきました。みーちゃんに渡します。はい、ということで明日はハーリップ2の撮影があるので帰って寝ます。おやすみ。やばー、虹、虹出てる。撮影でもされてる。ここからどうか、されてる、あこの枠、うん、されてるかな。私これやばいよ。虹取った。新年のニューイヤーの撮影を今日はしてます。虹のスタート、スタートじゃないか。しながらこの香りのチェックを しています。めちゃめちゃいい香りがまたできた。なんかこの間の YouTube の時も新しい香りできたって言ってた気がする。確かにめちゃくちゃいい香り。やばいね、これは。これは本当にダントツ一番大好き。本当、うん、ゴールデンアワーと並ばなかった。本当に勝った。やばー、勝ってる。あー、今日眠かったのによく頑張ったね。頑張った。いきなりもう起きたよ。これでアイス。私たちはもう寒くてもアイスのラテで目を覚まします。そして最後はみーちゃんのラジオに出演します。生放送。イエーイ、お疲れ。幻かと思った。イエーイ、お疲れ。やばい。今からみーちゃんのラジオに出演させていただきます。なんか可愛いの選んでる。来なかったらどれ、一個キーホルダーにするとしたらどれですか？これ？これか。でもキーホルダーってどんなトリミングなんだろう。こんな。トリミングによるかも、この画角が。まあ難しいですね。これが。で顔はそれが可愛い。ここからはスペシャルゲストの登場です。忙しい中来てくれましたよ。自己紹介お願いします。こんばんは、小島春奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんばんは、みーちゃん。こんばん。だってもう分かんないもん、にゃにゃが言ってることカタカナやっぱ多いし。そうなの、それの変換ができないの頭で。だから IT、 ビジネス用語とアパレル用語と業界用語が全部混ざっちゃって恥ずかしい。すごい恥ずかしいことじゃないですけど。こんな可愛い壁だと思う。日向ぼっこ。だからそっちの、そっち売り上げを考えてるんだ。
確かに、そのシーズンね、ハロウィン前に。そしたら子供たちが何かを間違えちゃってやられる方の緑のジャージの方の格好をハロウィンでしちゃうから。ああ、逆に そこはちょっと計算ミス。まあまあミス。予想外の。そう、子供たちはジャージの方が良かったんで。でもここに今日はサッカーを見に行きます。イエーイ。そして隣でお蕎麦を食べてるのはサッシ。前髪チェックに使わないで。これから、年末、ホリデーイベントからずっと突っ走って頑張ってきた会社のメンバーとハーリップトゥカフェを楽しもうという会を開催します。みんな着席してる。たくさん関わってくれたメンバーたくさん集まってます。こうやってカフェで座ったのは初めてだと思うので、みんなお疲れ様ってことで。大阪とみんなのおかげでどうにか、走り抜けられそうです。お疲れ様でした。これも26日までなのでカフェを楽しみましょうという回です。盛り上がっていきましょう。ハーリップトゥーでお世話になっているパートナーさんへのパートナー感謝祭を会社でやるので、その今リハーサルで、はい、もうそれ送り終わってます。いいですか。それでじゃあパートナー感謝祭に行ってきます。皆さんこんばんは、ハートリレーションの小島春菜です。本日はイヤーエンドパーティー2021にご来場いただきありがとうございます。Oh, holy night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear Savior's birth. Long lay the world. 本日最終日です。最後のお客様が
写真を撮ってますかね。クリスマスも寂しいな。はい、ということで2週間期間限定のカフェが営業終了しました。お疲れ。反応が。お疲れ。The angel voice says, Oh night, divine, the night when Christ was born.はい、ということでカフェの営業が終了しました。ということでもう2021年のイベントはこれで最後となります。2021年も皆さん大変お世話になりました。ありがとうございます。2022年も22は私の大好きな数字なので楽しみにしていてください。やばい、何もまだ決まってないけど期待していてください。それじゃあまた来年、皆さん良いお年を。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。